のどかな風景が広がる京都府舞鶴市常夜。常夜の揚げ松明は毎年この時期に行われるお盆の風物詩です。せーので、よいやせー、よいやせー、よいやせー。新型コロナの影響で4年ぶりの開催となる今年、地域全体が祭りを待ちわびていました。嬉しいです、みんなね、楽しみにしてるから、賑やかなお祭り。やっとこの日が来ました、はい、祭りって地域をね、元気にするとても貴重な行事だと思うので、これからもずっとつないで大切に守っていけたらなというふうに思っていますね。しかし祭りの前日、台風7号が近畿地方に接近し、役員らが緊急で対応を話し合うことに。最悪警報が出た時点ではもう祭りはその時点で中止。台風の次第では苦渋の決断を迫られることになりました。迎えた当日、本番に向けて準備が進みます。台風の直撃は避けられ、無事開催することが決まりました。一気に士気が高まります。今年4年ぶりやけど、お前らちゃんとできるか。せーの、4年ぶりやから言うてグダグダになるなよ。せーの、じゃあ行こうか。行こう。高さおよそ16メートルの巨大な松明に若者たちが一斉に炎を仕掛けます。大昔、大蛇に飲み込まれた娘を救うため戦いを挑んだ男の言い伝えが祭りの起源です。男たちが放った火で大蛇に見立てた松明が倒され、祭りは無事終わりました。消火、消火、消火、消火。まあ今後もどんどんやっぱ揚げ松明は続けたい。当日だけでも帰れる人はもうぜひ帰ってきて、これからどんどん盛り上げていきましょう。復活したお盆の伝統行事、地域一丸となってこれからも歴史をつなぎます。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。